ヨープズートメルクは、オランダ生まれの元自転車競技、ロードレース選手。1968年に行われた、メキシコシティオリンピックのロードチームタイムトライアルで、オランダに、金メダルをもたらし、翌年プロ入り。1970年のツールドフランスでは、初出場ながらもエディ・メルクスに続く、総合2位に入る。しかし、メルクス、さらにベルナール・イノーの壁が厚く、 ツールドフランスでは、総合2位の回数が6回を数えたことから、万年2位と言われたこともあった。さらに1974年にはレース中の大怪我に見舞われたことが原因で、選手生命を脅かされたり、また、1977年、1979年のツールでは、ドーピング検査で陽性反応が出たこともあった。だが1980年のツールでは、 異能の途中危険に助けられたとはいえ10回目の出場にして悲願の総合初優勝を果たし、その後も38歳で世界自転車選手権40歳でアムステルゴールドレースを制するなど1987年に引退するまで長期間にわたって第一線で活躍を続けた。また、1979年にはブエルター・エスパーニャでも総合優勝を果たしているほか、 数多くのステージ、クラシックレースを制覇した。ツールド・フランス出場16回並びに、完走16回は、大会記録である。引退後、1996年から2006年の、ブエルタまで、ラボバンクチームの監督を務めた。ありがとうございます。